芸人になってからも一個だけバイトをしたことがあるんだよ。バイトをやったら芸人として伸びないような感じがして、芸で俺は食う、バイトで食うんじゃないって浅草キッドのタマちゃんと話してたんだよ。だからそういうポリシーがあったんだよ。だけどいよいよ俺借金が多くて350万借金してたんだよ。ああ、しかも当時の350万ですからね、また今ともっと違いますよね。違う、で取り立ても来るじゃん、はいはい、だから、はい、なんかアルバイトしなきゃなって思ってたんだけど、はい、総裁が、はい、江頭にもうなんかバイトしろ、うん、このままだと芸人続けてられないぞ、でなんかないかなと思ってこうパーッと日刊現代見てたら、ちょっと裸になるだけの簡単なモデルです、時給2万円東郷健って書いてあるんだよ。東郷健って言ったら2丁目の伝説のおって呼ばれてたんだよ。で政治の方でも雑民党っていうのを立ち上げて自分から立候補したりしてたんだよ。あ、もう出馬されてたんですか。そうで新宿2丁目ではゲイバーも営んでて、はい、雑誌の創刊もやってたんだよ。へえ、超有名だった。じゃあ東さんも知ってたんですか。いやいやいや全く知らないんだよ。それその時知らないって知らない、はいはいはい、で俺はちょっと裸になるだけの簡単なモデルです、はい、だったらこれ俺だろうだって裸がユニフォームじゃんここだと思って、はい、電話番号も書いてあったからね、はい、当時の新聞って、はい、だから電話したんだよ、はい、そしたら東郷健さんが出て、はい、もしもし、あの江頭2時50分と申します、はい、あの日刊現代を見て電話しました、ぜひバイトしたいんですけどって言ったら、はい、あ、じゃあ何日の何時どこどこに来てくださいって言ったんだよ、はい、でその時間場所に行きました、はい、大久保にあるんだけど、はい、周りが閑静な住宅街なのにそこだけ館って感じ、一軒家アダムスファミリーが住んでるみたいなトコ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 って言ってコンコンって江頭2時50分と申しますってアルバイトしに来ましたって言ったら、中からガチャッ、高橋さんっていうちょっとちっちゃい人が出てきて、はい、あ、江頭くんね、待ってました、どうぞ、はい、ガチャってガチャって鍵をかけるんだよ逃げられなくあれってじゃあ2階の方にどうぞって言われて、俺靴脱いでトコ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 って2階に上がったんだよ。そしたら2階20畳ぐらいの板張り、そこに三角木馬とチェーンと長いムチがあるんだよ。下パッと見たら血のりもいっぱいあるんだよ。ええー、って思ったんだよ。そしたらその高橋が俺の服を一枚一枚脱がしていくんだよ。なしになしにで一枚一枚脱いで全裸にされて、その後ふんどし締められて、でロープで亀甲縛り、手際いいんだよキュッ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 って縛って、でフックあれをカチャってつけて、こっちのチェーンにもカチャってつけて、でギー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 、俺もギーギーギー、その時にあれちょっと裸になるだけの簡単なモデルですと変わってんなって大きく違ってきてるぞ簡単じゃないよこれで次の瞬間ふたふたパッと後ろを向いたら東郷健さんがいて、長い鞭でよだれを垂らしながら鞭を床に打ってんだよで次の瞬間俺のお尻めがけてきた、俺はヒー高橋さんをパチーって取ってきたヒーパ
フタヒーパチーなんかフタヒーパチーの法則みたいな。で、なんで写真を撮ってるかっていうと、実は噂の真相者から出てるザ・ゲイっていう雑誌のモデルだったんだよ。だけどモデルはこってないとダメなんですよ。読者は亀甲縛りされてこってる姿に燃えてんですよ。俺ムチ打たれてるだけで打つわけないじゃん。そうですね。そしたら東郷健さんが、高橋、江頭の君のがないんだから舐めてあげなさいで、俺パッと見たらその高橋のでどう見てもなんだよ。ってその高橋が一歩一歩俺に近づいてくるのよ。俺はグーングーンと逃げようとしてる。完全にジュラシックパーク高橋がティーレッツ、俺子羊みたいなもんだよ。めーめーそして一歩一歩近づいてきてパクって加えられて来ました。どういう精神状態だったお上手だったんですかね。わあ、めちゃくちゃうまいっすよめちゃくちゃうまかったですか。結局その後2万円もらってアッパイとの時間だって言ってダーッと逃げて大体したんですよ。あ、そうか、そうかそう違うか。で、大久保の病院に行って検査本当に受けたんですよ。まあ何かしら性病になってないかと。だからそこで1万5000円払って結局2万円もらって1万5000円払ってるからそのバイト5000円だよ載ったんですかね、その雑誌には。あの、ありますよ。あ、見ました、井頭さん。見た。あ、東郷健さんとツーショット写真とか、あと俺が三角木馬乗ってるところとか。逆に目覚めなかったですか。俺目覚めるわけないじゃんどっちかっていうと俺打つ方が好きだもんそうなんですか。じゃあその雑誌まだあるかもしれないってことですか。うちも一冊持ってきてたんだけどね。どっか探せばあるのかな。まあそこまでだから面白くないから。リアルすぎて。そうだよ